つかりませんでしたけど、図書館で話が聞けてよかったですね。おかげさまで収穫もありました。別の本からレシピの着想も一つ得られましたし、作者の件は連絡が取れなくなっていたなら仕方ありません。あるあるというのも実名じゃなくて筆名という話ですし、いつか会えるといいね。はい、手伝っていただいてありがとうございました。あの、その本今度読ませてもらってもいいですか？あ、私もこの国の錬金術の本興味ある。はい、ぜひ。私ももっと多くの人に読んでもらいたいので。書いてあることは錬金術の仕組みの基礎の基礎で、ともすれば堅苦しく感じてしまう題材なのですが、習字を交えた鮮やかで美しい語り口が想像力をかきたて、錬金術の奥深さが身に染み込んでいくようで。そこまで言わせる錬金術の本、一体何が書かれてるんだろう。ともかく今日のところは切り上げましょうか。一度カフェに戻って。あ、私ちょっと街の外で集めたい素材があったんだった。え、あ、そうなんですか。ちょっとレスナーたちも付き合ってよ。はい、もちろんお付き合いします。